Hello, こんにちは。HLEVSPSG。 今日の6試合目、これ含めたあと3試合、トータル8試合お届けしますと。で、ファーストピック取ってるのは HLE。 まあ韓国の1位枠ですからね。そして予選 PSG、 序盤は本当に調子悪かったけど、後半にかけて調子を取り戻してきて、まあ、今年の MSI では BLG 相手 BO5 で勝ちかけていた、まあ、ポテンシャルあるチーム、まあ、メタまたね、ミッドがガラッと変わって ADC が割と消えてるので、まあ、トリスぐらいかな、出るとしたら。ワンチャンスモルダーは超ビー取ってましたけど、まあ、HLEはドラン、ピーナッツ、ゼカ、バイパー、デライト、ミッド、ADC、世界大会優勝経験あり、ゼカとバイパーで、ピーナッツも LCK で今一番うまいジャングラーじゃないかな、めっちゃうまいで、デライトもエンゲージうめえし、ドランもどんどんうまくなっていくしね、まあ、国際大会でやらかすイメージはありますが、まあ、ピックプールも案外広くて、先出しカミールも全然できるし、まあ、万能なプレイヤーではありますと。 HLE がバンするのはオーロラ、ルブラン、ルブランバンってなるとこれもうヨネだよね、ゼカ、まあ、メープルはゼカ相手に明かりを使って予選を勝ち上がってはいたけど、ゼカ相手のヨネを開けるのか。PSG はスカーナー好きだからね、大好きだからね。これバンしていく。バイバン、バイなんだ。まあ、ヨネじゃね？ルブランバンが入ってるのであればね、だよね、ヨネってなると PSG はセジを奪うのか。なんかまあ PSG のことだからランブル高評価してそうだから、ランブル、まあランブル悪くはないけどね。セージュ、トップ、 PSG のトップはなんか ADC トップ、ベインとかもやるから、まあラストピック持ってるし、最後まで取っとくかな。ジャックス、ジャックスはピックしそうだったね。セジュジャックス、ドランも先出しジャックスやったりするから、それを取り上げっていうところもあるし、やっぱセジュとも相性いいし。でも今年あんまジャックス勝ってないよな、今年の世界大会意外と。 HLE、マオカイ、ナーフはされましたが、ピーナッツのマオカイは LCK の中でずっとバンされてた。ジャックス相手なあ、ファーム食っていこうと安全に。セジュジャックスでダイブも、まあ、される可能性も高いので、硬くて、まあ、メガナーのタイミングで硬くていなせるし、ブリンクもあって安全なな。そして PSG はサイラス、ナー相手マオカイのアルティメットも美味しいけど、メープルは今のところアカリを使っている。アカリウルトは美味しいんだけどね、サイラスがもうちょっと強かったらピックされてたな、アカリよりも。サイラスね、悪くはねえんだけど、メガナーのウルト最強、アオカのウルトも超強いだけど、サイラス自身があまり今強くないという判断。PSG はここでアッシュバン。PSG 陣取りてんじゃねえか。サポーターでどうも、トンダラティオが올른느낌이듭니다。HLE はバイパー、何を取る。ミスフォーチュンはナーフされたまま見なくなったね。 HLE 陣番です。HLE はエズリアル良さそうだな。うわー、 APSG がエズリアルバンスルー、HLE はここで何をバンする。レル、 PSG ピックしそうだよね。
있습니다카이사같은생존기능카드가떠오르기는하는데상대방도다들어와주는노치반말씀하신그레나타의티어도높고뭐 PSG 사포토아리스타めっちゃうまかった자야락한도확실히좋은시너지카이사오카이사뭐하야메니토르기도력도欲しいし相手突っ込んできて HLE はここでカイサ相手ですよ。ケイトリンとかねえのかな。ケイトリンラックス見てえけどな。T1 特にザヤ。カイサ相手はザヤ。でデライトは世界一ラカンがうまい。ヨネとも相性いいし。ザヤラカンか。カイサメタの時にやっぱザヤがねカウンターしてたしね。相手が突っ込んできてもザヤのアルティメットで明かりもいなせる。ジャックスもいなせる。機動力必要です。相手が飛び込んでくるので、機動力というかまあ生存能力か。ザヤと言ったらやっぱりラカン。でこうなると PSG は何を取る？レオナ、まあレルっぽいけどどうだろうか。고민중입니다우디상황에따라알리도되긴하는데まあでもなんか美味しそうな、なんかめっちゃいいピックはないよね。おお、レノート、アリスター、まあ無難にレルかアリスターか。뭐들어오는거뭐라인도좀더세게할수있긴하겠지만뭔가이니시의맛이사는상황은아니었어서 PSG 가부족할수있는그이니시를채워주기레나타는좀아쉬울수있어요 PSG 에何かしらのエンゲージを欲しかったね。カイサが飛びつくためにも。マカリカイサ、ジャックスでバックライン捕まえるっていうのが狙いな構成に見えるんだけど、それを見てバイパーがザヤを選びました。마오카이가갱킹하는부분에서아칼린의좀면역이있다보니까그거를 PSG 가잘넘기면서 PSG 가초반에고전할만한가능성은없는조합간의대결이아니라박그라인이도덕구노가네자야바이파노자야네그동안서머시즌에많이봤잖아요뭐나르마오카이뭐잭스세아일단미드도마치아프아카리가유리나마치아프데메이플은뭐요샌데요네보코시테아카치아가ってきてはいるのでここがまあ見どころではあるけど OK HLE と PSG レンスアップするのはカイサアリスター、まあ、レンがあんま強くないですからねレンスアップをする PSG今日はもうほとんどの試合がレンスアップだなこれどうしたものかねどう変わると思うどう変わればこれなくなるんだカイサレイ같은거였으면은한2렙구도에서한번승부를볼수있긴할텐데알리스타다보니까라인전의강점을살리기좀어렵거든요네わかんないね。いつもだったらね、最初の頃だったら、まあ、トップのタワーが先に折れるから、まあ、レーンはなんかトップ固くしとけばレーンサップなくなるかと思われてたけど、最近のやつはね、1枚取られるぐらいで戻ってきて守るからね。この時間帯でもう2人でタワー殴ったら、タワー壊れるようにしない。ボトムレーンに2人いない場合タワーワンパン硬くするだけじゃダメだボトムのタワークソほど柔らかくしよう、ね、そしたらレンズアップなくなるだろうレベル2キルされたら終わり위아래바꿨을때채굴의속도를많이차이나게만들었으니까요그런부분에서는돈을좀땡길수있는자야입장이되겠고요네보통은대아름하지마를아사실은하나생명은톱톱골드도먹고이렇게전체적으로돈조금씩조금씩앞서나가는분위기갑니다뭐이게라인스앞에있으면그만큼책임은져야지 PSG 도요일단미또아카리유리마치아프메이플은이마치아프得意でしょう しかしゼカのヨネ世界を取ったヨネ今もめっちゃ強いヨネマジでこのチャンピオン強いでアリスタが一旦顔出してヨネのフラッシュ使わせたヨネは悪撃
노란나오픽크お互いにダイブするという動きはないね。ダイブされないようにマオカイはカバー。ナーはファーム食えるよな。ジャックスはファーム食うの大変そう。지나가다가하나생명의바텀함이언제쯤올라오는각을만들지가되게궁금하긴합니다결국요즘에초반유층을우와다시한번못되겠다이뻤어요예그리고아지는체력이3분의1정도근데타워체력이많이깎였어요야자야라칸작스개즈르네てかさ、これボトン守んに来ないの？あれ？なんかレンスアップ古くない？このやり方。これがライオットが思ってたレンスアップだよな。ずっとレンスアップして避けるならボトム折れるよって。トップだって1枚も取れねえじゃん？硬すぎて。이게나를입장에서도원거리를통해서타워에서 CS 를받아먹을수있는부분은있지만잭슨은그걸먹다가체력이갈리니까 CS 를포기하면서경험치만먹었거든요이런것들이누적되니까킬이나오지않았는데도거의1000골드차이나는상황을만들수있었던거죠그렇죠5분からはもうタワーの硬さはみんな一緒になるけどボトムのタワーを HL は削りに削ってるからね자야가아이템쇼대빅그팍킹소드그렇죠내가라인스왑할때상대편이라인스왑하는그냥아래쪽은밀어붙였습니다탑은도란히버텨주고스왑나팀은여태바라바라だけどこのスワップはやっぱタワープレートだけでとんでもない差がつくからね。ちょっと微妙そうだよね PSG のスワップの仕方。말씀하시자마자자야가약간위로움직이는모습이미니멸상은보이는데요하지만가담합니다만잭스도바텀쪽에숙녀의동을썼기때문에올라갈수만있다면단독으로갈수있는거라서인원에서차이를만들어낼수있긴하고요하지만살짝불안해그라브도나르자야와일단보텀은이게준자선수가유충몇개먹으면서갑자기눈랩찍어버리고궁극기를배운다면은순간적인이니시가가능할수있습니다 PSG 입장에서그렇죠성장을좀더해야되는피넌입장에서그리스크를굳이웨이브와오시곤데 PSG 가그라브를토리니기마스 HLE 와톱프와밋드파머를구워나겠게나이시메가모나이노데오레와완전히그라브와기브다뭐다른거먹거나아세개뭐다챙겨갔습니다일단 PSG 이게 PSG 가당장의유충을막これなあ超順調にファーム食ってるからね。나아가育つのは오제트를먹은건맞겠지만파머를칠수있는환경은사실아니거든요 PSG としてはきついだろうな。ニコアのなあめっちゃ強いからね順調に育ったな。물론입니다ジャックスは見てる感じなんか集団戦影響力あんまないんでレッドゲームになったら強いんだろうけどチコア2コアのジャックス割と空気ではあるからそこで HLE が有利取れそうではあるけどジャックスファンも食えてないしね経験値は吸ってはいるが잠깐이나오고있는이제어드위치봤을때아까원래이제하나생명그라브와떴단데사실은디오보텀을못데크루카 PSG 밋도와그래아카리유리마치업은하지만제가프라시도ないのに CS 유리떴ているこのマッチアップメープル予選ではクソ有利取ってたけどねフリーマッチアップとか関係ないらしいゼカにはキノムを食いに来たゼカに入っていくアリスターのエンゲージからカイサの飛びつけキノミはちょっと欲張ったな味方は来れないタイミングこれ PSG のサポートウーディねアリスタめっちゃうまいよ判断が毎回いいしカイサまでいるからキャッチにつながるの強いよなカイサの強いとこだよなこれ。포탑골드적인측면을따져봤을때원딜적돈이좀벌어질수있었잖아요근데1킬을카이사가먹은거랑나름또잘메꿨습니다아그러네요제일그필요한
쪽으로 돈이 갔다고 볼 수도 있겠습니다. PSD 입장에서는요. 서로 간에 뭐 바텀 쪽에 마오카이 레벨 6. 고코카라 크루 아르티메트와 절대니 크라운だよね. 사가라나이토. 한타 사갔대. 텐트가 계속 이어지는 과정이고요. 하지만 PSG가 살짝 부담을 느낄 수 있을 만한 건 분명히 잭슨은 좀 굶고 있습니다. 맞아요. HLE가 これ 무한히 프리즈 できるからな. 상대방을 몰아붙이는 힘이 된다면은 하나팀은 분명히 운영상으로서 좀 더 편한 위치에 놓일 수 있겠죠. 와, 근데 말씀 듣고 보니까 진짜 아직 잭슨은 누가 봐도 굶네요. 네, 이제 대신, 40개 찍었습니다. 대신 뭐 수업하는 과정에서 레벨링은 좀 잘 된 편이긴 해서 네. 이걸 세즈 잭스 시너지로 좀 더 풀어 나간다면 PSG에게도 기회가 있고요. 그러니까 하나생명 입장에서는 그리고 뭐 조합도 단단하게 잘 꾸렸고 뭐 상황 이래저래 따져봤을 때 좀 비슷하다고 쳤을 때 저는 카이사 리코르가 되지 않을까. 차이가 있으니까. 이거 마오카이 필드로 분명 운영 들어갈 거거든요. 그 특정 시간이 되면. 나 그럼요. 네, 그 시점에 기다려봐야겠죠. 예, 지금은 쫓아가고 있는 입장입니다만. 나 오, 네라테르 노란 플래시 마오카이가 가까이와 있어. 노란가 이기노코레나이. 피 플래시 준지아와 플래시 W 대 피니시 라칸가 막 これは 세지와 捕まえれますね. 사스가니 먹었습니다. 어 그래서 PSG 세주 잭스 약간 こいつら 시너지あるからね. 세주 잭스 대 잭스니 킬가 入ります. 활용을 했습니다. 위에서 자 도란과자 피너에게 데스를 안겼고요. 각각 이게 얘기하기 무섭게 또 세주안이 또 마오카이보다 상대적으로 잘 크는 상황이 됐고 예. 하기 좀 어려운 시간이 뭐 자야 めっちゃ 썼댔나. 파밍도 めっちゃ 食べてるし. 10분 116CS 조금 더 나는 그런 상황입니다. 자 바이퍼 체력 반 정도 빠졌고요. 그럼 이 유충은 어떻게 될까요? 세 개 다 챙긴 쪽은 PSG거든요. 레이터 게임 HLE가 強そう. 세주도 상대적으로 PSG. 아, PSG 뭐 레더 強いんだけど. 나르가 합류하기 어려운 상황이라고 본다면. 나요네. 대충은 거의 못 막는다고 봐야 돼. 자야. 네. 아, 텔 유무가 아, 지금 아지만 있군요. 게다가 미드 쪽에서의 주도권도 아칼리가 편하게 라인을 밀고 먼저 붙을 수 있는 환경을 만들어. PSG 戦い方 시나이かな. 저 시야적인 부분에서 유충을 볼. 카이사는 울트도 마르시 すぐ 요래るんで. 여러가 조건상 좀 어렵긴 하네요 이번 유치. 아리스타가 엔게이지 したりとか. 아카리가 우라 取りたいよな. 아카리 잭스 자야니 프레셔를 与えて 자야 下がらせて 前から 叩くとか. 또 자야 捕まえるか. でも あるんだけど. まあ 자야 射程 短いから. ドーニング さえすれば. PSG の戦いそう。で PSG 一旦6グラブ。ジャックスいて6グラブ。ちょっとちょっと깎고있으니까아래쪽좀정리하고하나하나さえ触れれば PSG タープレートいっぱい取れるけど、連の主導権はないんだよね一旦。マオカイウルトからの W で捕まえるが。ジャックスウルトで硬い。ヨネがアルティメットで入ってくる。他者で11交換。근데이게또어찌보면요네가전멸을썼기때문에미드끼리또만난다고했을때는뭔가갱이무서워서또살이는모습이나올수있거든요아그렇죠소모값이좀있었습니다한화생명규요근데또안쓸수없는상황이고요잭스울토데가딱날조세기닦게가타이요나쎄요나박사를때もともと強かったんだけどね플레이오프では드리던말씀에계속드리자면은아칼리요네구도가나왔을때그리고또바치에바프されて とても強い잭스우는모습이나올수있지않을까싶은데확실히메이플은特にミッドヨネ相手ね、やっぱ Q のダメージもカウンターストライクでとらわらないだろうし、通常攻撃型が割と多いんでな、しっかり。ジャックスはかなり仕事できそう。HLE はここで D、ドラゴンのセットアップ。ゼカがタワーした。ちょっと暗いすぎてる感もあるが、タワー取ります、取り切ります。
그래도운영을돌릴수있는제카가성장하는게하나생맥입장에서는굉장히반가운소식입니다아요네니고르가하이때아사이도네요네사이도대나요네아카리잭스마오타가이強いから序盤有利取ったアイテム出たら先にサイド押し込めて有利の立ち回りができるとえこれヨネ何2つ目のアイテムクリティカルいくの何いくんだこれ最近の流行りはストライドブレーカーこれで硬さもあって、まあ、敵にスローも与えられてステータスがマジでいいからねストライドブレーカーが多いんだけどこのクリティカルはシールド棒もクリティカルないよなってことは何インフィニティエッジ行くのなんだこれゼカのことだから考えがあってのことだろうけど耐久力も欲しいからね PSG の構成相手ストライドブレーカー行くのかなと思ったけどあれイモータルシールドボってクリティカルあったっけあ違うライフスティールが消えてクリティカルはあるのかじゃあイモシだなさすがにさすがに所定 IE はいかないだろうまあイモシが主流ではあったんだけど最近はねストライドブレーカーがイモシはステータスが微妙なんだよなでクールダウンも長いしライフスティール消えちゃったからねもらえるの AD と AS だけで体力くれないしストライドブレーカーは体力アタックスピード AD くれてアクティブもとても強いとソロ系の勝率圧倒的ストライドブレーカー火力はシールドボーの方が出るのかなで一旦ヘラルド触って HLE ヘラルド触ってヘラルド取ったのは HLE 集団戦はどうなるゼカが入ってくるラカンがカイサを捕まえてそれにゼカが合わせるアカリが飛び込んできたけどザヤの羽を食らってザヤを落とすことは成功したけどメガナープラスヨーネーおうベイビーやトリプルいやーやっぱザヤが狙われるんだけどザヤはウルトで一瞬無敵になってその後羽でね敵捕まえられるんでその後味方がフィニッシュできるとあとラカンのエンゲージにヨネが合わせてカイサウルトも切れずにフラッシュも切れずに即死 CC 合わせがうまいあのトリプルテレポートを使ったまあ殺せないんじゃないさすがにいけるかメガナメガナゼカあれ強い PSG6 グラブ取ったけどタワー1個も取れねえウェーブが押せねいや得意のマッチアップねミッドのマッチアップなんだけどゼカの米相手有利取れんねいやレッドゲームははるかに米の方が強いからな첫번째경기부터확실히포스가남다릅니다충분히가능하죠파워랭킹3위그리고 LCK 1번시드로왔다고한다면분명히자그런욕심이아닙니다그건계획일수있는거죠그렇죠그리고뭐도란선수가인터뷰에서그런얘기를했어요2000골드사미또뭐2000골드사소로레인가소아치스기테일 HLE 도란멘터마인드예제일잘하는챔피언들이그라브0대스베테노타워파스타워옷테일 HLE20分前に4000ゴールドほど差がついてるのはでけえな俺ゲーム自体が후반으로가면갈수록자야입장에서는딜링하기좀편안한경우로도만들어질수있었는데
자물론그준자있다고하더라도방법을찾아내는한화생명이도하겠습니다만이제돈도어느덧뭐4천차나고이제욕나오거든요그렇죠아칼리같은경우에도원래는이게요네를눌러주는픽이라고봐야되는데ドラゴン24秒。ADC のコアアイテムの差があるね。ザヤもナボリ出た。뭐도란의힘뭐그리고바텀듀오의그런과감성네마오카의성장다따져보면요그냥아이템적인이다닥아나서서네대부분의케이스에서이건뭐완전드라곤기브대격사이더이기마스네근데저멀리있습니다 PSG 는요게임이많이좋아졌죠사이드에서도앞서니까시야상도먼저펼칠수있는아리스타세전이타워다이브強いから아마타워다이브狙っていくんだろうけど요네와네안전だから네톱다이브를トライするだけ時間の無駄なのでトライすると思わせて逆にミッドを狙うでもミッドもザヤが売ると思ってるからね視界ある側に体を寄せてるので捕まりもしねえやクリアも早い HLE ドラゴントップ引っかからないです逆に相手がポジション狂ってたのでマオカイがもう事前にウルト切って敵止めてバイパーがタワー取れるようにアルティメットでサポートする이런식의2차타워철거도막아내기어려웠고요시간이하나생명편이라고말씀드렸는데그러니까 PSG 탈론좋았던원래킬은そんなに差はないけど타워사가에그이나오이팀이필요할때그과감하게들이받는걸그렇게잘하는팀은아니라서그렇죠더보이는느낌도있는것같거든요경험이많은만큼뭐그런뭐정답만너무찾는다뭐이런것좀아쉬운부분도있는데지금어려운상황에서는그게더두드러질수있습니다충분히 PSG 한화생명은뭐6グラブなんだけどね射程がみんな短いから PSG 手段戦勝たねえとタワー取れねえやレーンの主導権もねえしトップもなんか 70CS 差つけてミッド CS はあかりが勝ってるけどキル取りまくってヨネが2000ゴールド有利이판만제대로벌리고있다가크게큰한일베어먹기바랍니다한화생명이제20분지났기때문에이제바론도신경써야됩니다서로날은아직아래쪽진짜말씀하신그바론압박을위해서인지렌즈를4명이나들고있어서아싹다지울생각하고있어당장은저지워지지않는와드바론의지형적으로조금와드꽈스는大変そうだね오오또요네가入っていき捕まっちまったおっとこれまずいぞ HLE 逃げないとまあマオカイのウルトで逃げれますあとセジョニの HP も削ってあるしセジョニはワーモグではないまあ引っかかっても HLE プレッシャー続ける4000ゴールド差4500ゴールド差なんならバロン始めるぞあなぜならセジュアニが HP1 割だったからねしかもメガナーもたまるし22分バロンドランが攻めてゾーニングしてクラッシュして戻ってくる明かりを連れて来た明かりをみんなでぶっ殺してヨネがバックラインの海藻に飛び込むバロンで Q のスタックを貯めていたあれ引っかかったはずなのにバロン取ったんだけどさすが LCK1 位枠やっぱ1位枠は強すぎるな BLG しかり HLE しかりあとは次の試合のフライクエストノースアメリカ1位枠よ試合にならないですね BLG も強すぎたし HLE も強すぎて今日のラスト2試合はフライクエストノースアメリカの1位枠とそしてラストは G2、まあ、G2 はどうせうまいっしょ、まあ、フライクエストは勝つけどちょっと待って HLE うますぎんなるばら、これ、なるべきが、パルパジミラ。
금빛 성광이 아~ 그쵸 기다리고 있는데 그냥 매우 걸려가지고 아무것도 못해버렸고요. 옆에 베가노 요네와 引っかかったんだけどね。 맨센모 우마이시 토메요가네나 테니까 자야가 반응이 빠르잖아요. 물론이죠. 여기서부터 이어진 멋진 수였다라는 생각이 듭니다. 그러면 다음에 자야락강 하이테 PSG 인수 유리도 하이테이게네. 조금 더 이제 한국 시간 기준으로 해서도 딱 한화 생명 타임이거든요. 이제 더욱더 힘이 폭발할 수 있는 시각에는 이끄 자야락강은 遠いからね. 자야락강가 遠いから ここで 仕掛けるけど 요네가 트리플 Q의 노크업から 트리플 ウルト 라칸의 엔게이지가 また 트리플で 入り 메가나가 壁ドン 決めて ジャックス를 止めて 제카노 요네 強いって. 기관사입니다. 한화 생명. 만차이 납니다 지금요. 바론 파워 플레이 5천. 이게 한화 생명의 바론 파워 플레이였다. 한화 생명 타임에. 24분 1만 골드 사. 오늘 그냥 싹 쓸어 담는 팀인데 진짜 제대로 벌고 있어요. 그래서 PSG도 나름 반격이 되는 모습들이 있었지만 차이가 어디서 발생했냐면은 펀치를 나가는 빈도수는 뭐 한 번씩 주고 받는다고 하더라도 나는 뭔가 후들만 약된 기비소다네. 뭔가 주먹의 무게감이 좀 차원이 달랐습니다. 아, 그렇죠. 같은 주먹이라. 타와 모토테 도라모 마오카이 히토리데 찬토 토레소. 남들 이유는 없는 거고요. 다시 보겠습니다. 어깨에서 싸움을 열어보고자 했지만 이미 충분히 흘린 뒤였고 와 여기서 제카 진짜. 라칸의 엔게이지도 세요이. 그리고 바이퍼도 지름길을 타고 와서 아예 뒷라인을 잡아버리니까 PSG가 도망칠 방법도 없었습니다. 네. 양념 천원. 아 상대편 이제 뭐 쓸어 담는 것만 남았습니다. 자, 대전의 마스가 쓰고 마오카이 우르토 키때 하그레타 간지가나? 돌아오니까요. 왜 썼는지 모르겠습니다만 원래 유리한 팀은 쓰더라도 리스크가 없기 때문에 그냥 풍 많이 돌릴 수 있습니다. 네, 일단 PSG 0 타와 HLE와 이비타 타와 이외에 전부 取って 1만 골드 사. 바론 가와이타라 바론 取って 이비타 2つ 이상 取って 게임 엔드. 시간대도 더 이상 PSG 탈론 챔피언들이 힘을 쓰기가 어렵게 됐습니다. 네, 그렇겠죠. 말라 죽고 있어요. 맞습니다. 그리고 픽을 봤을 때 그러면은 사이드에 대한 가능성도 열어두면서 PSG가 운영 돌리고 싶었을 거거든요. 근데 확실히 하나생명의 탑미드가 강하다라고 하는 게 느껴지는 게 아지는 자국 리그 내에서는 마치 빈 같은 존재예요. 근데 나르를 만난 상황에서 잭스로 CS 차이가 지금 70개 나고 있는 건 사실 말이 안 되는 입장이거든요. 그 강점이 토프너 파우머스가 에그이나 운영으로 풀어나갈 그 방법도 찾지 못하고 있습니다. 아지 입장에서는 정말 지역에서는 느껴보지 못한 그 격차 아니겠습니까. 그렇죠. 생소하거든요. 불안의 단단함이 정말 무섭게 느껴질 것 같고 요네 3코아메드 인피니티 엣지 하이킹 안마 미나의 미르도다나 하르크가 쓰게 신의한수였다는 생각도 들고요. 네. 그리고 인게임에서 보시는 것처럼 515에 500골드가 붙었습니다. 바이퍼 그 힘을 바탕으로 뭐 다이먼 오브젝트도 치고 상대편도 뭐 막타 놓고 다 이런 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그리고 하나생명은 좀 체급을 워낙에 좋아하는 팀이기 때문에 많이 먹거든요. 바론 자체를 빨리 먹었기 때문에 지금 30분 전인데 두 번째 바론 그라브 다서 그라브 떴다와 이게도 타와나 그래나갔다라 그라브는 온게 네죠. 많이 먹고 잘 먹는 팀입니다. 자 모든 그라브 돌아내도 타와 나그라세나요니 쓰레바 이노가. 자 그라브 요에나. 분위기는 잘 만들어놨습니다. 이미 뭐 그라브 고미안. 버렸으니까요. 글로벌 골드. 이미 여유가 생겨서 막 1319도로 편안하게 사이드 압박을 하고 있고요. 이쪽 정글 시야 싸움도 사실 뭐 세주가 원래 탱커라 다 자신 있게 나오고 해야 되잖아요. 알리도 그렇고. 그렇죠. 이제 좀 무서워요. 게다가 시야 장악을 피너 혼자서 뭔가 2인분 역할을 해주는 상황이다 보니까 하나의 시야를 뚫는데도 시간이 꽤 오래 걸리고 있고요. 네. 그래도 PSG AP 코이오다. 마오카이가 뭐 마직 그리디스 아이템을 컴플리트해. 아는 카드도 아니거든요. 보태츠모나크 카테이 슈단세 요네가 아카리오 미츠케르 요네가 아카리오 捕まえる 잭스가 飛び込んでくるが 届かない。アリスタ打ち上げるのはいいけど味方がフォローアップができない。カイサがもうウルトも使ってるし追いかけてくる。チャッ、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 チャッ
뛰겠죠. 잡고. 오, 이때 일 와, 또 메가나. 메가나는 짱돌. 나 화났다. 네, 그리고 탑도 공격하고 있습니다. 동료들은요. 알아 생명. 이거 집에 보내지 않으면 그냥 예. 쌍둥이 깨는 거니까 그냥 놀고 있어 돌아. 그렇죠. 아이고. 카이사 오이카게테. 카이사가 리콜을 되지 않았더라. 게임 오와른 전에니까 카이사가 키테면 오와르도 모르겠어. 되기 전에 끝낼 수 있겠습니다. 아드 뭐 30분 전에 마무리 짓겠습니다. 아라 생명 2번 월즈. 요네 마타 아테르. 또 아손데르도. 다져볼까? 다져볼까? 아손데나이? 사스가네 아손데나이? 토레를까? 토르. 스에. 여유 있는 미소도 느껴집니다. 스요스기르 HLV. 마 1위 枠だからね当然だよね次チームレクイドレクイドリクエッレクエッじゃあチームレクイドじゃねえフライクエストだわなんだチームレクイドってザコチーム뭐아주쉬운상대는아니었습니다하지만 PSG 를쉽게넘어버리면서하나생명이15년도때보였던것처럼뭔가준우승혹은우승을향해서더나아가고싶은것같습니다하나생명현장팬들의반응이좋은데요지금막거의예뭐비명같은그것좋아서하는비명같은 네네네하이톤이나왔어요워낙에선수들이또꽃미남선수아카리가헌터니요네의카운터나는거와깐나그나ってきた대책이두터워요네유리取らないとね、ヨネがはるかに集団戦強いからさ。サイドもヨネが主導権握っちゃったら明るいやることないよね。